サムライブルーがホームということになりますけども、普段ねこの番組で一応両チあのホームアウェイの2本も置いてるんですけど、今ちょっとここがおっとすっかすかなんですよ。はい、というのもですね、本日は、日本サッカー協会来ました、100周年アニバーサリーユニフォームを着用する試合ということになります。そしてそのユニフォームがあります。あります。はい、僕が出します。ここに、はい、ここに実はありました。ではあります。実はこれはもう奈良さんにあげてもらいましょう。これ、開けちゃっていいですか。これまずこの木箱、ね、これこんな感じですね。はい、こんな感じですね。すごい。じゃあちょっとこれを置いておきましょう。これ出しちゃっていいですか、ミスさん。いいですよ。いいですか。いいんですか。どうぞどうぞどうぞ。はい、これです。じゃじゃーん。これですよ。これですよ。僕の顔いりません。これですよ。これまあシンプルです。シンプル。一応ライトブルーというカラーですね。かっこよくないですか。かっこいいっすね。日の丸ですもん。日の丸。そうですね。なので普段は JFA のね、まあ後ろにありますけどエンブレムのとこが国旗になっている、日本国旗になっているという。かっこいいなあ。これ日の丸こう熱くなりますね。いやいいですね、はい。かっこいいこれ。シンプルで。はい、日本サッカー協会1921年ということで、2021年ちょうど100年目ということで。そうか。はい。100年。100年です。すごいなぁ。100年乗っても大丈夫。ちょっと違う企業です。すいません。申し訳ありません、皆さん。つまらない親父ギャグ言って、申し訳ありません。100人どうするん、言っちゃうんですよ。はい。で、1930年日本代表チームが、初めて全国からの選抜メンバーで編成されて、その時に、国土を取り巻く海っていうのはコンセプトで、日本代表は青っていうことになったそうです。あ、そうなんですね。はい。そうなんだ。僕ユースとかオリンピックって赤でしたからね。あ、はい、赤もね、はい、ありましたけど、はいはい、すごい。でも、まあ、基本からはまあブルーで、うん、まあ、サムライブルーっていうね。これを今日は A 代表が着るってことですね。そういうことになります。いいなこういうの、はい、かっこいいな。で、まあ、この100周年ということで、はい、まあ、その時代のね、まあ、デザインをちょっとまあ想起させるような、うんうん、まあ、モデル、はい、まあ、あとこの襟のとことかもちょっとかっこいいオールド感言いますか。これね、普段着かっこよくないですか。これ全然、だからこれも普通に欲しいです。欲しいですよね。はい、欲しいな。以上。後ろにいる偉い人にちょっと言ってください。はい。押しました今。で、まあ、このユニフォームを今日はサムライブルーが、ホームチームが来ます。うん、で、5日の、U24 日本代表対ガーナ戦、U24 ガーナ戦ですね。の試合では U24 日本代表がこれを着用すると。うん、いうことになります。これじゃあ今日はあれですか、はい、A 代表はサムライスカイブルーっていいんですか。サムライスカイブルーということになりますね。そうですね、はい、サムライスカイブルーで、ね、日本のユニジオンはアウェーチーム、アウェーというか白ユニオンを今日着るということになります。で、こちら、まあ、アディダス商品ですので、はい、売っておりますので、そうですよ、ぜひ、ね、買っていただいて、はい、はい、個人的にはこれ背番号のフォントがちょっとわからないので。ああ、そうか、これが発表はされてないと言いますか、はい、はい、そういうことですね。ちょっとその辺も気になります。パンツ白です。パンツ白だからスカイブルー、ホワイトスカイブルーになります。そういうことですね、はい、かっこいい。いいですね。いいですよこれ、なんか、はい、本当にこちらぜひ、はい、ね、ユニフォームコレクターの方もぜひいらっしゃると思います、はい、あとこの、この箱付きの方っていうんですか、木箱、はい、これが、2021個限定パッケージということで。あ、限定なんですね。はい、木箱入りが。そうなんです。2021個。はい、これここの辺もこわかります。これロゴでね、100周年っていうのありまして。あとこれもちょっと開けときます。まだ時間ありますよね。これいい木のいい素材使ってんじゃないですかこれ。いや、そうなんですよ。これ、はい、一応奈良さんちょっとこれ見ましょうか。はい、ヒストリーというね、まあ、100周年ヒストリーで、はい、まあユニフォームのね、こういう、まあこういうのがあったよみたいなやつですね。おー、俺こう、こうやって見ればいいのか。はい、いろいろあったりしますし、はい、あとこの一応付録といいますか、ポストカードがあるんですね。入ってまして、結構入ってないですかこれ。これね、10枚かな。わ、結構入ってる。まあ年度別にね、まあこういう
2カメで抜いてもらった方がいいか。こっち、はい、何歳持ってもらった方がいい、はい、これじゃあ、これで、これで、これで、これちょっと置きますね、ちょっと、これちょっと、ちょっといいですか、置いちゃっていいですか、置いちゃっていいですか、こんな感じです。もうちょいしたいですかね、こんな感じです、はい、まあこういうなんか、はい、歴史ですね。あ、だからこれがそうか、まあまあ当時の今のこのモデルにちょっと近い、ね、うわ俺持って、おっ7万俺持っ、あでもアイダスじゃない。おこれ川口さんなんか文言ですね、これね、これが2002、うん、ワールドカップ、おうわーこれなんか懐かしい、これは宮本常さんが入ってたモデルということで、本当だ2002、はい、これが女子ワールドカップ優勝の、はい、これは誰だ、これは澤選手、あ西さんすごいな、はい、これは西さん、まあ、てかまあ僕一回見てるんですけどね、あそうだ、これ香川選手、はい、あこれで一周しました、はい、なんかこういうのも、まあ、一応おまけといいますかね、はい、これもあるのでぜひ、まあ、このそうですね2021個、これと合わせて、はい、まあ、もちろん日本もそうなんですけど、はい、ブックレットで、ね、合わせてお買い求めいただければと、ぜひ、かっこいいですからね、はい、これね、まあ、今これ僕着てるね、これが最新ですけど、なんかまあ結構ね柄がかなりあるに対してのこの何でしょう、シンプルだね、シンプルな感じなので、はい、対比といいますか、ね、本当そうですね、はい、まあ、ちょっと色味も違いますけれども、はい、いや本当そうですよね、いやいいですね、はい、100周年ユニフォームということで、かっこいい、かっこいいです、本当シンプルで、はい、なので日の丸だけですからね、今日は飾って後ろで応援しましょう、はい、じゃあちょっとこれを着るのか、今日これですね、はい、はい、かっこいいな、いやいいな、いいんです、いや本当これかっこいいんですよ、欲しいな、いいです、ね、うん、これ襟立てる選手とかいますかね、松並さんだったらいるんじゃないですか、西澤さんとかね、西澤さん、松並さん、はい、誰もしたっけ、襟立てる人最近どうですか、襟立てる人日本だといたかな、はい、なんかね見てる方分かってれば、はい、教えてほしいな、いいですね、はい、はい、